草津温泉スキー場は群馬県東郡草津町に位置するスキー場。運営は草津町が90%近くを出資する株式会社草津観光公社。2018年4月から名称を草津国際スキー場から草津温泉スキー場に変更している。日本有数の温泉地である草津温泉に隣接したスキー場で大正時代から100年以上の歴史があり。 日本で最初にリフトがかけられたスキー場である。山独の天狗山、オナリアマゲレンデと上部の青葉山ゲレンデがあり、その間をクワットリフトでつないだ構成となっている。山独のメインゲレンデ、土曜日、特定日にナイター営業あり、2018から2019シーズンからキッズパークのあるエリアをファミリーゲレンデと称するようになった。 天狗山高速クワットリフト脇に短い直線上のコースがあるが2011年頃まで存在していたジャンプ台の後に作られたコースである天狗山ゲレンデから天狗山高速クワットリフトで上がったところのゲレンデ以前は五星山と漢字表記されていたオナ山ヤゲレンデから尺投げ高速クワットリフトで上がったところのゲレンデ 滑走距離250から350メートルほどの駐車面。以前はここにロープウェイ山6駅があった。青葉山ゲレンデから天狗山ゲレンデへ滑り降りる。全長3.2キロメートル。平均車度10度のロングコース。2018から2019シーズン新設。国道292号を青葉山天狗山間まで、冬季閉鎖として、そこをコースとした。 青葉山ゲレンデから小成山ゲレンデを経由して、天狗山ゲレンデへ滑り降りることができる。全長 2.0km、平均車道高度。クワットリフト2機、ペアリフト6機天狗山レストハウス、小成、ロッジ、青葉山レストラン国道292号で、スキー場に向かうと、国道左側に、手前から順に、天狗山、第1、第2、第4駐車場がある。 天狗山チケットセンター資金の駐車場は、第1駐車場ではなく第4駐車場である。五星山駐車場は現在は廃止されている。白根火山ロープウェイ三陸駅そばの接衝駐車場は、以前はフルシーズン利用することができたが、その後は、尺投げコースがオープンしている時期は閉鎖されるようになっていた。2018から2019シーズンからは、ロープウェイ廃止。 国道292号がコースとして使用されることになったため全く利用できなくなった。草津白根山にある湯釜に対しては活発な活動が見られるため気象庁による監視体制が敷かれている。しかし、専門家の予測に反して2018年1月23日午前10時2分頃に本白根山にある鏡池付近から目立った前兆もなく、 約3000年振りとなる噴火が突如として発生した。後に山頂部ゲレンデ湧きわずか数百メートル程度の場所が水蒸気爆発により噴火したと判明している。ゲレンデやロープウェイのゴンドラは平均20センチの大きさの噴石による砲撃を受けているような状況に置かれ、スキー客やスキー場において訓練中であった陸上自衛隊第12ヘリコプター隊の自衛隊員らが被害を かぶった。多数の噴石が飛来してくる中、大勢の人間が頑丈な建物に避難するために逃げ惑っていた。結果として1名が死亡、11名が怪我をした。今回の噴火口は、複数で、本白根台にロマンスリフトのすぐ脇でも噴火した模様である。これに伴い、翌1月24日より、天狗山ゲレンデと五星山ゲレンデのみで営業を再開。 1>, 1月27日からは、青葉山ゲレンデでも営業を再開した。ロープウェイは、噴石の直撃により、山頂駅の屋根に穴が開いたほか、ゴンドラの窓ガラスが割れるなどの被害を受け、噴火後から運休。施設の一部が立ち入り禁止区域に含まれた。加工のうち一つは、ロープウェイから100メートル程度の至近距離にあるため、草津町の黒岩信忠町長は、 警戒区域から外すことは難しい。どこかで重い決断をすることになると廃止も視野に検討する考えを示した。そして同年2月9日、再開することなく廃止とする旨が発表された。山頂駅には各種観測機器が設置されているため、廃止後も損置される予定となっている。噴火の影響によるロープウェイゲレンデ廃止により2018から2019。 シーズンから、スキー場のスペックが大きく変化したため、それまでの概要を以下に記載する。最高地点イコール2171、最低地点イコール1245、標高差イコール926、コース数イコール9、コース面積イコール88、最長滑走距離イコール8000、最大傾斜イコール33、作動数イコール11、 旧公式ホームページ URL イコール http コロンスラッシュスラッシュ w w w k u s a t s u k y o k u s a i c o m スラッシュ関東のスキー場では最も標高差があった。2008年頃までは山頂部は5月上旬まで営業を行っていたが、以後は4月上旬中旬頃までの営業となっていた。ゲレンデは山独の天狗山ゲレンデ、 五星山ゲレンで、中腹の青葉山ゲレンで、山頂付近の本城根ゲレンで、そして山頂部から中原までを滑る沢コース、中腹から山麓部までを滑る尺投げコースから構成されていた。縦長の構成のため滑走距離も最長8000メートルと長かった。今も、なお活発な活火山である草津白根山付近に位置するためリフトやコースにほど近いところから、 火山ガスが噴き出している箇所があった。特に清水託コースや新市沢コースは火山ガスの濃度が高くなるとコースが閉鎖されることもあった。ロープウェイは多くのスキー場のようにスキー場最下部からではなく中腹部から山頂部を結んでいた。このため中腹部にロープウェイ36駅があった。ロープウェイは強風の影響を受けやすく運休になる日も多かった。山頂部へのアクセス手段は ロープウェイしかないため、運休の場合スキー場としての魅力が半減。株ゲレンデが混雑してしまっていた。あがつま線長野原草津口駅から JR バス、関東市が草津高原線で約30分、草津温泉駅下車タクシーで約5分関越自動車道渋川いか保インターチェンジより国道353号、国道145号、 国道292号約 60km。2011年に国道145号8パバイパスが開通し、以前より快適になっている。国道292号線は、草津温泉に近づくと、音響道路になっていて、タイヤの摩擦音による、成長草津説が奏でられる。滋賀高原スキー場渋峠、万座温泉スキー場とは、地理的にとても近いが、 国道292号四角札道路は冬季閉鎖となるため、ハイシーズンには車で簡単に行き来することはできない。ありがとうございます。